こんばんは、どうも、お待たせをいたしました。遅くなって、すみません。ここをお聞きいただくということは、私にとても必要な励まし、で、ございまして、その皆さんのご熱心さに支えられて、今年も元気よくやっているというところですね。ここはっていうのは、この学校の授業のように、あるいは講演会のこの会場のような雰囲気ではありますけれども、全く内容は異なりまして、皆さん方がここにこういらっしゃるときと、それからこれが終わってお帰りになるときと、何がそこにプラスもマイナスもないという特徴があります。したがって、もし分かったとおっしゃれば、その分余計なことですし、どうも不十分で、まだ分からなかったとおっしゃれば、それもいらんご心配でありましてですね。この子はほどもう変わった話はないですね。ですから、普通の常識的な事柄としてお聞きになりますと、もう点で当てが外れて、そして治る。完全に治られるのは皆さん方が多分こうだろうと思ってらっしゃる当てが外れてのことですからですね。どうか検討付けというものをおやめになって、どのような推理も、そしてこの皆さん方のこういうふうにうまくやろうという目論みもですね、最初からお立てにならずに、ただ素直にお聞きになって、それで、あとは申し上げた通り実行をなさるという、それで十分ですので、何も難しいということは、特に申し上げておりますけども、難しいという一言だけは絶対お使いになりませんようにですね、それはこの講話もそうですし、それから心の問題、あるいは関連した宗教の問題ですね、特に難しく思えるだけの話で、私が非常にその後悔しておりますのは、京都府医師会館で、かつて哲学に見えた話をするのを得意にしていた内科の先生がおられてですね、それで、ある時般若心経の話をすると言われたので、昭和の終わりだったときですが、で、聞きに行きまして、初めは良かったんですけども、途中、式、即、税、空、空、即、税、式、式、風、意、空、空、風、意、式というところに来ましたらですね、ここが難しいと、こう言われたんですね。その一言で、私、引っかかりましてですね、よっぽど難しい、大変なことをおっしゃってるのだろうと、したがってお経が難解なものであると、こう思ってしまったんですね。実は今にして思いますと、皆さん方もそのような失敗をもうなさないようにしっかり申し上げておかないとですね、その難しい問題をどうやって解くかというふうに構えたら、それは言い換えれば、神経症、この難しいものをどういうふうに直したらいいかというのと同じことで、完全にうまくいかなくなってしまう。治らなくなってしまう。簡単に言えば、病気でないものを治そうっていうのは、土台無理な話ですけど、それがややこしくなってしまう。もう、初めから、そうです。もう、クイズを解くような格好で、この講話をお聞きになりませんように、どっかにヒントでもないものかと、講話の中から探されましょうとも、ヒントの日の字もありません。何をお話しするかと申しますと、皆さん方が、外、周囲の、あるいは今の環境の事柄について、どのように取り組んでいらっしゃるかということを、日記の中から探してお話をする。それに対して、心理学の人が自己意識と呼びます、自分で見た自分、あるいは他人が自分をどう見ているかという、その種の事柄、これが自己意識内容ですが、それについて、もし書いておられたら、それは脱線の糸口だ。そういうことをもうご注意したい。そういうふうに思って話をして、ということは自己意識内容に関しては、それに触れることは全く皆さん方にとって何もなりません。で、決してこの自分の状態と釣り合った薬、釣り合いがこううまくいってない、あるいは言い過ぎてだんだん減らしたいというのは、そいつもこの自分の症状との兼ね合いで、お考えになりませんようにですね。はい。ご希望はよく伺っておきます。要するに、心房という、ここで言う心房は、その、症状を皆さんが、いわば大事に、宝物のように不安をはじめとして、様々な恐怖も、ほんのちょっとも減らす、ない、という努力をしていらっしゃれば、いくらも薬を減らすことができる。それに対して初めの頃のようにこれで不安を少しでも軽くしているんだ、感じないようにしているんだとか、不安をうまいこと消しているんだ、こういったようなお考えで、それで釣り合わせ
捨てていこうということですと、所詮うまくなりません、ね。ご自分の症状と薬というものとのその関係を、まず、このきれいに断ち切って、症状がある、死に関わりなく、このあらゆる症状を大事に減らさないように持ってっていただくという、ね。で、それで、薬は何のためかといえば、そのままでいることを助けてくれる薬なんですね。大事なのはそうです。はじめのうちは皆さんに辛抱が大事です。あるいは時には我慢が必要です。というふうな話振りをしますけれども、本当は我慢も辛抱も落ち切らない、ね。まだまだとその今の不安、辛さ、恐怖、悩みなどをいつも敏感に他の人は平気な顔をしてても、自分だけはことさら敏感に感じていらっしゃる、ね。そして外に向かってハラハラと緊張を高めて、その実際の生活にとりあえず、手を出していらっしゃる、ね。東京の方で出版されています雑誌に、しきりに恐怖突入という言葉が書かれて、燃えた療法というのはそういうものかと思う方もいらっしゃいましょうけれども、ね、あれは燃えたですね、論文で説明の言葉として使われたですね。恐怖不安などからこう逃げてしまおうとしている人に、実際の不安恐怖を味わいながら必要な仕事をさせることを恐怖に突入せしめるとこう書いておられる。あれは治療概念ではないのです。それを治療に使おうとしているからうまくいかないのでして、3年前に亡くなりました鈴木智則先生、精神科の森田療法の第一人者でしたが、医師になって勉強されて、それから精神科の方も専門医になって、燃えた療法を早くから実践されたんですね。で、そういう先生、非常にはっきり言う方で、あれは燃えた先生の間違いだね。もう学会でそういう、はっきりしたこと言われる、まあ、そこまで言う人は珍しいんですけども、恐怖に突入なんかするもんじゃないと、この恐怖は恐怖で持っていれば、それでよし、恐怖を向こうに回す、突入しようかどうしようかって、そんなようなことの問題になって、困るということですね。ですから恐怖突入ということについて、僕は一点も森田先生から聞いたことがないと。それはそうですね。説明、その森田療法の説明にそういうことを使われるだけですから、治療の実際では森田先生も恐怖突入とはおっしゃらなかった、ね。それを今日はっきり皆さん方に申し上げておきます。恐怖でいうこと、例えば、まあ、対人恐怖というかなり広い皆さん方の対人緊張に発すもと出て起こる恐怖の症状に、もう実に簡単にそれを直そうと思えば対人恐怖すればいいという非常に逆説めいた表現ですけれども、まあ、冗談と思ってお気になった場合もその通りなされば済んだ、ね。まあ、実際にはですね、対人恐怖しないでおこうという気持ちが非常に強い、ね、人一倍。それで恐怖心をまた人一倍強く感じてしまう。いや、全くどっちが先か分からないです。本当にね、もう神経症の問題、気になるからそういう症状出てくるのか、症状出るから気になるのか、よく分からない。まあ、普通は症状があるから治そうと思うのですと、多分皆さんもそうおっしゃるだろうと存じますが、ね、実際は私たちはむしろ反対の方を考えている。つまり症状が出てくれる前に、その自分の非常に確かな安定した状態をこそ求めるべきだと皆様お考えになりますところへ、一種の弱みとしての対人緊張などが敏感に意識されてくるんですね。そっちの方を考えたいぐらいです。燃えた神経質におきましてのその症状形成の誘因きっかけなどですね。症状発展の方は、森田がある感覚にとらわれて、そっち注意が、そうしますとその注意が向いたことで感覚が増大する、増えます。増えた方へ余計注意が、注意の量を回すのにその症状がひどく感じられる。感覚と注意の悪循環的な精神交互作用。これは一つの森田学説の二つの大事なものの一つですね。この一つは、さっき問題にしました、心機症の問題。これは、ドイツ語でヒポコンドリー基調、基本的な注意、ヒポコンドリー基調説。もう一つは、感覚と注意の精神交互作用。この二つの柱で、この心機症が成立して、それで、こう、激だるま式に大きくなる。こういうふうに説明されていると思います。
皆さんは説明を気になって、それをこう反対に持ってったら治るんじゃないかと。で、この辺になりましたと。で、これで症状がもう固定しましたと。まあ、それを逆に持ってったら元に戻るんじゃないかと思われるでしょうけども、ところがそうはいかない。で、その一つの、いくつも理由はありますけども、大事な要因として、外の皆さんから言えば、環境、社会に対しての意識と、自分対自分、さっき申しました、他人が自分をどう見るかっていうのは、その自己意識とは、ね、よく吟味してみると、全く論理が異なっておりました。ね、外はもう今までの学校で流れたことや社会常識で皆さんが科学者としての確かな態度で生活していらっしゃる。これはこれで、結構です。その論理を心に持ち込むことはもはやできませんのですね。ここで大前提としてそれがあることを申し上げておきませんと、心の説明をして筋が通らない変な話だということに進化を持たれるかもしれない。まあ、実際は全く理屈に合わないような話を始めから終わりまでしているわけですね。こうこうはっていうのは自己意識の中身を終わらしますので、それはもう始めから終わりまで筋が通らない。そういうことはこのもう難しい、そんな話なのに、これで分かりましたかっていう話をしているのがプロダクトですけど、ね、分かったと皆さんが思われた途端に脱線しますから、ね、そこでまともな表現をいたしますと、この講話で目指しているものは知らなさであり、ね、分からなさであり、そしてどのようにも決められることのないものとしての皆さんの全知の意識、ね、決められなさ、ね、これを打ち壊さないようにお話をしているわけですね。ですから恐怖に突入するっていうのを言ったら、もう全部自己意識の中をもう分かりやすく描いてしまっていますですね。恐怖から逃げようとするからいけないんだと、ね、そこへ何やらんでも突入せよ、この絵に描いた図のようにしてモニタリオ方法を分かりやすくする、これは分かるモニタリオ方法で整わないんです。でよく聞かされることですけど、モニタリオ方法は説明聞く限り分かりやすい、ね、分かりやすいけどちょっと治らない、説明がいかん、ね、分からせるっていうことがいかん。かつて鈴木友成先生、東京のその診療所に入院された時ですね、そこは20人以下ですから病院と言わない、ね、診療所で間髪を入れずですね、で、まあ、世間では間髪を入れず、間に髪の毛一線も入れないというほどの隙間のない取り組みについて、パッと何かあってさってやるというですね、火事だ水だと、毎日を火事だ水だって言うんです。その好きでようそう言うとおりました、ね、決して、三段論法を持ち込んではいけない、ね、火事だ、ね、火は水で消える、それに第二段ですね、じゃ水を持ってって火を消そうと第三段、ね、これ三段論法、それをやったらいけません、毎日はそれをさっさとやりなさいとよく、申し上げました、ね、間髪を入れずやるっていうのもさっさとやりなさいっていうのも、実際のところで自分を振り返って立ち止まらないようにですね、これとっても大事なんですね。それは自己意識の方、自分は自分をどう思うかが問題なんじゃなくて、言い換えますと神経症をどう治すかという自分の中のことが主な課題ではなくてですね、いつも皆さん方は外のものの問題解決、あるいは作り上げること、あるいは、ものの困難な処理を成し遂げること、精神作業ですね。精神作業って非常に大事で、手を使い、体を使ってする作業と同じ大事さを持っていますね。そういうことだけで、自己意識の中に何のその答えも、それから、先を読むことも、ね、まといらない。というのが、皆さんがその、ご自分の歴史っていうものを組み立てて、その長い経過の一時点である今、振り返って、その悩み、いなり苦しみをいかに処理するかを問題にしていらっしゃる、ね。過去から未来へ、という時間の軸の途中にいらっしゃる。そう思ってるんですよ。つまり、皆さん、いや、別にそんな歴史学者みたいに思ってないと思われるでしょうけども、
歴史的にご自分の心の中をご覧になっているんですね。あの症状、その悩み、実はどれも歴史的に組み立てられたものに対するご自分のやりくりに大変行き詰まっていく、辛い思いをしていらっしゃる。で、もう一つはこっちは、一挙の歴史を超えますので、歴史は組み立てられない。本当、決定して申し上げると、時間が入ってこないんですね。ですから、いつ治るんでしょうって、あと10日ぐらい先でしょうかって、そういう将来に向けても時間っていうのが入らない。ぶっつけに、時間なしでっていうのは、まあ、さっきの難しいですね、どうしようかしらないけど、いつも簡単で、それは生まれたての赤ん坊、小さい子供みんな時間なしで生活している、ね、そういう時計なしの生活、全く同じことです。その精神生活、ね、ご自分の中をもう時間っていうものを持ち込まないで見ていらっしゃる、ね、そうしますと入院と結果というその厄介な元に戻せないような感じの事柄が一挙にそれをどうにもならん、ね、ジレンマのままで現実生活で解決し、つまりその歴史を解決するということよりも歴史が組み立てられなくなる、ね、言葉と皆さんの論理で時間を組み込みますと結構引っかかるものです。もう悩みという悩み、神経症の症状という症状、ことごとくこの歴史的な存在ですね。で、また両方は歴史っていうのを取り上げませんから、簡単にこの瞬間瞬間、外の物事にいつもすかさず取り組んでいらっしゃる皆さん方、その時間の意識など全然問題なさらずに、自分の問題は簡単に処理できている、ね、見事なものであります。心の中は別種の論理の世界ですから、自己意識の中を筋を通して、例えば認知療法のようにですね、よくわかる形で指導していくというふうにここでは一切しないですね。その元になっているのは皆さん方の考えたご自分、言い換えれば自分のイメージと言われているもの、セルフイメージですね。それはもうことごとく不成立、つまり成り立ちはないですね。これが自分だ、自分のことは自分が一番よく知っているというようなことを言うている人はいくらも世間におられるわけですけれども、一番自分のことは分かってないということでして、挙げればいくつも理由を持ち出すことができますが、自分のイメージを相手にしてその中身である不安や心機症をどう解決したらいいか、ね、この形でそのために努力をされる間は神経症はますます複雑に発展するばかりですので、ごっそり言葉と文法、ね、そういう自分というものを描く材料になるこの皆さんの意識から外してしまわれますと、いつも簡単にご自分の問題が労力を要せずに知らぬ間に解決してしまう、その瞬間は実にこのただいまでありますが、したがって正面向かい合ってその解決に骨を折るということそのものが、むしろ神経症の領感を増大する困った成り立ちのもとを成しているですね。つまり神経症っていうのは皆さんとの努力によって成り立っているという定義ほどで、逆にですね、ほったらかしという状況で神経症は成り立たないね。モニタリ療法でのあるがままは、あるがままにして治るんだろうかっていうようなものですが、あるがままというのはそうする、こうする、どうするという問題ではない、ただのこのようなというそこまでです。こうしたら治りますっていうことだし、このようなっていうですね、皆さん方のご自分の顔は写真でよくご存知です。それはそうなんですけども、それは写真ですね。見て、つまり視覚的にご自分のイメージっていうのは、鏡は反対、左右逆転ですね。まともなご自分の姿、顔などはっきり捉えられる、まあ、このようなっていう例がちょっとおかしいかもしれませんけども、はっきり捉えられない自分、自分の脳一つの例なんですね。ストックホルムでノーベル文学賞の時の記念講演でですね、曖昧な日本の私という題で話をされて、まさにその曖昧っていうのは決めることのできないものの上手な表現です。決めようがないですね。ところが皆さんはもうここにいらっしゃる時はもう
っちり決めてきてもらいますね。これがいけないとおっしゃるからには自分のいいあり方っていうものは鮮明にお手本として理想像として描かれている。これをまず自己像、自分のイメージの究極のものとしてですね、こうしっかり持ってらっしゃるのを手放し決めない、でそのようなっていうところでほったらかしにされました途端に皆さんは自分に対する努力を完全にやめてしまいますから、それを全知という定義です。病感が残るやないかですね。病感が消えてほしい人情としてはそうなんですけども、ちゃんとその上手な森田的な救いがありましてですね、その苦しいまま辛いまま気になるまま苦痛を苦痛している状態を前置とするんですね。それまさかと思って聞いておられますから、もっと楽になって治るんじゃないかと思われるでしょう。ところがね、苦痛を苦痛し喜びを喜悦するという、それはもう暗く超然でありましてですね、比較がなくなるんですね。比較がなくなると治っているのと治っていないのと比べることがなくなってしまう。そうすると、まあ、いわば毎日毎日今日は良かった、昨日は悪かったけどというようなことがなくなって、ただぶっつけにこの通りで生きていきますから、一日これ今日ということになるんですね。これは雲、雲の門と書いてね、雲、空の雲、雲の前に違いある人ですけど、昨日までのことは聞かん、ね、そのお弟子を集めてこの講話みたいな、日本です、それ講座と禅の総道では言っておりますね、あるいは提唱と言います。その時に昨日までのことはもうどうでもいい、今日を一言言ってもらうとこう気が止まっても止まっても、その弟子の中で一人も答える人がなかったと思いまして、自ら代わりて言わ自分で質問した先生が、ね、答えを言われた。それで毎日毎日良い日だ、つい日日これ今日これっていうのは、このあれこれという指示代名詞ではなくて、何々であるという英語の B 動詞ですから、何々ですと訳せばよろしいですね。毎日毎日が良い日で、中国の先生をよく見学に来られまして、こういう話をして、私が中国の昔の方に大変恩恵を受けているということをお話ししようと思いましたね。中国の精神科の先生ってのは、てんとそのこんな話に関心がない、通訳の人どういうだろうって言ったら、リリシハオリって言ってこれそういうのってそれ以上に聞いてる。そうちなもんですね、私は非常に中国の禅の先生方に辛いの恩恵を受けているっていうようなことを申しておりましたんですけどね、結構そのどう嬉しそうな顔をされなかったっていう、コラスは歴史っていうのはない、比較がない、概念化することがない、ね、心の問題、自分自己像っていうものを描くことがない、ね、で、お話をそこで、まあ、そういうもの、そのひょっとこの自分にとってっていうことを言いたいと思われましたときに、すぐすかさず皆さん次の仕事を探し、探すだけで治る、ね、外の物事が対象であればもうその場で一瞬にして治ります。ですから大日療法という、あの日がない一日、植物あるいは虫、動物、その他ですね、何でもこう見ていただきますけれども、こんなことで治るだろうかっていうのは、まあ、当然そういう疑問を持たれるに違いない、ね、ところが物を見るっていう、それがなんと外に対する意識、他者の意識で、心理学の人は他者意識と呼んでますが、その時にですね、自分の方は自己意識は真っ暗になる、このたまたま物が見えてる、もちろん善ですから、悟りもしくは真実っていうものを明確にする、ね、ところがその言葉に置き換えた途端にそれは悟りでも真実でもなくなってしまいますから、そこが表現の工夫のいるところですね。
で、雲の禅師はこうやって見るときはその悟り、真実は見えませんって、こういう他者の意識において明るくなっているときは自己意識の中はカンコンコン、真っ暗です。焦げてるんですね。ですから仏とは何かと、その一番肝心な真実とは何かと聞かれたときに、雲はそのこれに続けてですね、ズクさんも、つまり中央オクラさんもこうやってですね、あるいは真実とは何か言われたら、結局実際の見えてるもので言ってる、もうそれ、もう実に上手な表現なんですね。その心理的な意識内容を述べてるんではないんですね。こう見えてるものをそのまま言っておりますから、厨房あるいはお風呂、この今でもお寺の台所を庫裏というふうに申しますね。ジョーって言ってるのは、台所のある栗のことを同じものを指しているのかもしれない。その文字通りいきますと、厨房と倉庫になりますですね。ずく、それで三門っていうのは、禅の場合は三下脱門、こう下脱に3つありましてですね、その数を指しますので、山の門と書かずに数字の3の門を書くのが普通ですね。で、これ例えばですね、皆さんが明るくものをご覧になりますですね、皆さんの目は外のものを具体的にちゃんと見ていらっしゃいますが、目自身、自分自身を見ることはありません。目は目自身、目そのものを見ることはありません。そういう表現でよろしかろうかと思いますですね。でもこれから皆さんご自分の目の中をご覧にならない、もう当然見えないんですけど、まあ、例え話としてですね、一切共感あるとかないとかの問題と同じように、自分の目の中を見るんじゃなくて外だけ見ている、そういうふうに全身がその目のようでありますと、もう立派な皆さん方の全知である全ですと、もう悟りの究極のものです。これを全身が目だと、通信ぜ言ですね、通信ぜ言、通信体全体、頭のてっぺんから足の先まで全部が目であるというふうに徹底しますと、外のものにだけ皆さんが相手になっていらっしゃれば、この心の問題はその瞬間瞬間も見事に、もうこれ以上ないという真実に徹底なさるですね。真実というのは言葉に置き換えない、このような注文でありますからですね、決してその分かる話に持ち込んではいけませんですね。この皆さんの唇にですね、髪を生やさせるという、こんな発想どこから出たのか、非常にその恐れ入った話ですけども、中国の唐の時代に石の下石層、
スロー、セロっていう言葉で、一体おなじみの、どうぞそうしなさい、してください、あるいはしましょう、ぐらいなものもあるといいます。しかし、メディケなんですね、メディケに違いない。ちょっとお茶でもという、そういう方にも取れると書いてある、その専門家が過ぎてますね。お茶を飲みなさいというようなものだけではないようですね。で、まあ、とにかく、きついなら柔らかいのあるか知らないけども、この色素が減るのにですね、まあ、そういうその悟り、真実について、まあ、言うことをやめなさいと、休みされですからね、やめなさい、休みなさい、もうやめ、次なさい、まあ、休むことはもう、その文字通りにしておきます、休みなさい、次はこれ、やむという意味です。やめなさいと。それから次が申し上げる、直ちに。次、教えるという意味があります。これは、何々をして、何々せしめると、2回普通読む感じですね。ですから、唇の上をして、牧草はカビが生える。でそういう状態に荒らしめろと聞こえてですね、荒らしめよとこう言うてるんですが、普通、日本語ですと、日本的な考えですと、カビを生やさせるんですから、牧草やだし、小牧とカビ劇というのにも思いますね。けど、牧草っていう一つの熟語は、カビに違いないですね。神秘上、つまり唇、直ちに唇の上にカビが生えた状態に荒らしめよう。で、簡単に訳しますと、唇にカビを生やさせなさいですね。そういうタッチですね。で、そのお母さんが唇にカビと娘さんに家で自分のことを言い出すと、そういうふうに、注意したと。そういう話は非常に面白いですね。唇に、カビが生えるぐらい決して自分の話を喋ってはいけません。そういう積層の親切ですね。親切な、表現であるということですね。もう自分のことを言い出してから解決がうまくいくかというと、もうそれは不可能というとおり、自分のイメージというものを前面にも押し出して、そこからこれをどう直すかとやったのでは、もう到底悩みも神経症問題も見事に解消することはできませんと、ね、ですから何よりも皆さん方が時を移さず実際の生活に取り組んでしまわれること、ね、これが一番賢いことであると言わなければなりません。この話どんな風かって言いますとね、長い白い練り絹がですね、ずーっとこう伸びてるような風にほっとけちゃうんですね。それでまた一つの思いをそのまま100、1万年も続けるようにほっときなさいと。最後伸び近づきますと、涼しいところに行きなさい。それから古い亡くなった人の行、お墓のある、お墓に埋めずに、その遺体をそのまま葬っているところが行ですね。その行の古い建物の内側の往路のようにしときなさいと、そこまで言ってるんですね。それは誰もそこに滅多に訪れる人もありません。ただその静かに今ある状態のままで、ほったらかしにされていることですね。ひっそりしたものですという具合に、その皆さんの症状あるいは心の処理につきまして何らの工夫をなさってはいけません。こういうことですね。ここにしてあれが難しいと思っておられた事柄が、この瞬間にバカみたいに優しい、ただこのような状態だけで済むんですね。それがどうしたという、そこから先はないんです。あるのままっていうのはその続きの説明が全くない、ただあるのまま。どうも本で読まれたモニタリング法では症状をそのあるのまま放置する、あるいは受け入れるなどと余計なことが書いてある。受け入れるのでも何でもない、ただそのようなんで、もうそれきりや、それでしまい、そしてなすべきことをなすと書いてある。実はそれだけでよかった。今何をせんならかと皆さんお探しになって、すぐすかさず取り組んでいらっしゃれば、もう誰が何と言おうと満点ですね。いや、それはまだ無理だとか言うな、横槍を入れる人がいたとしても満点ですね。こちらからすれば。とりあえず、もう手取り早いところ、もう一番手近なものにパッと取り組んで仕事なさればよろしいですね。時間が参りました。はい。それでは、この辺で、今日の後半終わりといたします。